どうもこんにちは、漫画家のカッピーです。左利きのエレンっていう漫画を描いてます。左利きのエレンに登場する、エレンの黒いコートを作るぞプロジェクトの、もうクライマックスですね。サンプルが上がってきたということで、今日はこの、いつものビーに来てます。はい、で10周年ということでちょっと一応お花をね持ってきたんですけど、かわいいですね、はい、お花。このインスタ映えするお花を片手にやってまいりました。春ですね。はい、じゃあちょっと行きましょう。はい、はい、こんにちは。これ10周年のお祝いです。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。いつもありがとうございます。でこちらこそいつもありがとうございます。すべてのクズどものためにビンがね、ご縁箱っていう意味から由来するそうなので。そうです。はい、じゃあ早速っていうかね、さっきちょっともうチラッと見ちゃって、あ、ちょっと見えてたかも。テンションがねちょっと上がっちゃってるんですけど、ちょっと見せてもらいましょうか。出ました。ちょっとじゃあこれ着てみますね。はい、お願いします。ちゃんとあの完全再現ですよ。シルエットがちょっともう、その音がいいですよね。かっこいい。ちょっと俺見れない。見れないんだけど。見たいでしょ。見たいけど、ちょっと一旦見せますね。この襟をね、この襟。かっこいい。ありがとうございます。で、この、ここにね、隠してる。OK。やばい。ちょうど。ちょうどです、今。ちょうど来たとこ。撮影中。久しぶり。撮影してる。撮影してんの。どうよ。え、めっちゃかっこいい。え、あ、できたの。そうだよ。なんだと思ったの。普通に瓶のかと思いました。え、めっちゃかっこいい。いいでしょ。超いいじゃん。さすが。後ろこんな感じ。え、めっちゃいい。え、これ土が硬い。いや、安い方。安い方で。でもいや、めちゃめちゃいい素材だから。安い方っていうか、安い方じゃないのかな。通常版。通常版。通常版。サイズ感とかバチコンです、ね。やばいね。めっちゃいい。興奮しすぎて、全身を皆さんにお伝えしたくて、このシルエットがさ、たまらないね。めっちゃいい。このフードよね。うん。フードかぶりますね。うん、お願いします。あ、あ。あ、エレンだ。これよ。これ。が理想。これもね、ちゃんと原作、作画の描かれてる部分で、これ、やばいっすね。やばい。めっちゃいいじゃん。めっちゃいいな。これも、なんか、漫画からこう、なんかさ、派生してグッズ出るとかさ、たまにあるじゃない。それどころじゃないよね。超えましたね。普通にこれなんかやばいっすね。結構本当僕も来て先に来させてもらっちゃったんですけど、めっちゃいいと思ったんで。これやばいっすね。女子が来たら、あ、かわいい。全然着れる。なんか折ったりする。そうだね。折れるようにそこなってるから。また奥さん、かわいいですね。皆さん、ちゃんと服見てくださいね。162? そう、162ぐらい。全然着れるね。あ、でもスニーカーでも全然いける。いけるね。かっこいい。え、めっちゃいい、これ。エレンス、エレンス。
これマントだよね。マント感がやっぱあるから。ここやばい。ここの角度。かっこいい。エリー寝かしてもいい。いやこれは買いますよ。これは買います。これいいっすよね。エレン読んでなくても買うでしょ。素材もさ、すごい柔らかくて。で、目がむちゃくちゃ詰まってるから、あの、なんだかんだ言って自然に、あの、撥水しちゃう素材なんで、綿なのに。それがすごいとこですね。機能性もめっちゃいいっていう。そうですね。なんかゴアテックスに近い。そうですね。いやすごいめっちゃいい、めっちゃいい。しかもこの一応パイピングが中とかにあるこの白いところ、これがリフレクターなんですよ。おお、やっぱなんか光るんですよ。リフレクター素材っぽいなと思ったら、これ、ね、やばい。入れるのすげえいいじゃん。スプレー缶、スプレー缶を入れられるやつ。スプレー缶いつも持ち歩いてもね。びっくりしてるから。あ、そっか、腕折るとリフレクターがチラッと出るから。そうですね、アクセントになってます。はい、これはちょっとやばいんじゃないですか。ドキドキするな。これはね、想像以上です。こんな感じがいいなってずっとイメージはしてたんだけど、もちろんしてたんだけど、やっぱり今まで見たものの中であんな感じとか、なんかそういう僕のイメージではその辺が限界だったんだけど、それを超えた新しい洋服ですね。本当なんかエレン読んでない人にかもう普通にね、普通に商品として欲しい、逆になんかこのかっこいいコートの、その、着想の元になった漫画っつうのでついでに読んでくれたらいいかな、あると思います。こっち来てほしい、まず。完全エレンに。あ、エレンさん。エレンさんどうも。エレンさんですよ、もう。マスクが。もう。怪しさマックス。これじゃあインナーもあるんですよね。そうです。はい、もう。インナー。いろいろ苦労した変化の。すごい。これ。これさ、すげえ今っぽいよね、なんか。最近なんかちょっとミニタリーの流れもそうだし、ちょっとなんかあのフィッシングウェアとかそっち系も流行り始めてるじゃないですか。なんかそういうちょっと、これはなんかスプレー缶入れる用だから、まあグラフィティアーティスト用っていうコンセプトなんだけど、なんか後ろにこのこういう、めっちゃしずるよねこういうの。ここになんかいろいろ荷物入れてもいいし、これはいいわ。かっちょよ。もうリュックいらないかも、これ持ったら。そうっすね。バラにしてよかったかもしれないね。そうっすね。これはこれでやっぱ、むしろこれだけでも着たいときあるじゃないですか。かっけえ。これ普通に着てる人とデートしたいもんね。かっこいいよね。絶対そうだろうな。どうよ。いいですね。これはさ、おしゃれですよ。おしゃれだよ。これはおしゃれだね。おしゃれすぎ。いいな。ちょっと今俺中に着てるのがさ、スーパーオーバーサイズのシャツだから、ちょっとあの。いやでも全然。開けてもいいし。開けてもいいですね。前の方のポケットもこんな感じです。上にもあって、後ろあって。これ格好すぎでしょ。ここジッパーもついてるんですよね。縦に。リサートできる。上から。のをまあスプレー入れてないときはここが絞れるんで、こう。小さくしておくと、全体を。しかもこのテープ自体がリフレクターが入ってるんで、光るんですよこのテープが。こうやってホールドすると、これでフェス行ってね、このこれね、こっちにもちょうど、あ、
ちょうど。ちょうど。酒飲みに最高。酒飲みに最高ですね。これ、いいですね。本当に考えられて作られてるんですよね。お、あ、いいじゃん。これ、こんなセットアップ、見たことない。かっこいい。このさ、リフレクターがあっていいよね。このチラッと見える感じ。超かっこいい。めっちゃいい。これやばいよ。よくさ、漫画の感想とか見ててさ、なんか、やばい、すごい、めちゃくちゃいいっていう人で、なんかもう語彙力がなくなるみたいなコメントがあって、いや、語彙力あれよと思ってたけど、語彙力なくなるよね。語彙力よあれと思ったけど、語彙力ないわ。そんぐらい、なんか変に説明すると、なんかよ、そこなりそうな気がするよね。だからこれが皆さんの語彙力なくなるあるあるなんだなと思って、はい、語彙力なくなるというのが、私の感想です。じゃあこれが通常版 でリフレクトのバージョンってこれからですね。これでもし何か細かいとこをこう直したいとかっていうのがあれば、うん、はい、それを確実に戻した上でリフレクターバージョンを作ろうかなって感じなんですね。うんうんうん、いや、別にないんじゃないですか。もう完璧じゃないですか。もうほぼないんですけど、強いて言えば、ファスナーが一応一番下から通してるので、通しづらいは通しづらいんです。なるほどね。その代わり、開けちゃうと、まあ前は開いちゃうっていうのは、やっぱファスナーで止める分、そこだけなんですよね。はいはい、本来そこまで下までっていうのは使わないんですよ。なるほどね。はいはいはい、この、機能的な意味では確かにちょっと下かもね。悩ましいな。後ろも一応このティッシュテールみたいなっていうのここもあったんですよね。そうですよ、ね、これが開けば一応また毛回し増えるんで、うん、そうね、別に全部閉まってるから困ることはないんだけど、どう思う、なんかファッション私的には下まであった方がいい。 OK です。いやでも分かんない分かんない。でもなんか人によってはマジで締めづらいっていうのは事実上洋服で基本的にそこまでつけないんで、あえてなんですけど今回は。だからそれはなんか売りにするべきか、逆にやっぱ一般的に合わすかみたいな。なるほど。ああでもね、その2択であれば、やっぱりその身を守るっていう、普通の洋服を作る上ではあんまり発想しない部分が今回入ってるっていう面白さがあるから、はい、下まで締めれるようにしましょうか。そうすると全身本当はリフレクトだから足に光るってことだ、ね、そうだよね、はい、ここだけ逃れちゃうことはないと、はい、まあ本当に身を守るマントっていう意味合いで、まあ多少ね、この時はちょっとありませんけど、ここさえここなら買ったのに、ここ空いてればいいのにとか言われたら、そんなやつは買わないから。ありがとうございます。じゃあもう僕はじゃあそこもう OK です。ありがとうございます。本当に素晴らしいです。次は本ちゃんのオールリフレクターバージョンに入ります。あとあれですね、ロゴですよね。あ、そうだ、ロゴもまだロゴをプリントしてないんで、ロゴの位置ですね。なんか怖いっすね、これあんまりバチコンいるとかっこいいから、ちょっとそこだけなんですよね、悩むのは。隠した場所にやるのか、まあ、フードのここだけについてるとかもいいかもしれないし、どこかに隠すのでもいいですよね。そしたら倒してればわからなくて、開けたらなんか、そうだね、ここじゃない気がしてきたね。ここだともったいないよな。これなんだ。AK5 漫画の細かい設定だと2バージョン存在してて、黒地に黒い刺繍っていうのと白い刺繍っていう2バージョンが存在するっていう設定になってて、まあ、その設定の差は年代の差っていうっていうことになってんだけど、初代は、まあ、黒なのよ。黒に黒なのよ。黒に黒で、どっちみち
隠す感じで、うん、いやそれがかっこいいって、うんうん、そっちっすね。それでやっぱ AK5 とかで出たらさ最悪だよ。まあとはいえ入ってないと入ってないで、あのおかしいから、その出生この生まれた経緯的にやっぱ AK5 って文字は入れたいんだけど、なるべく。これ今プリントの予定でしたっけ？プリントの予定ですね。ただうちのリフレクターの方がプリント載せられるかがまだちょっと確認してないんで、もしかしたらちょっとこうプリントって熱かけるんで、それで縮んじゃうとか言われる可能性があるんですよ。そうなるとあっちがプリント打てないとかっていうのはもしかしたら出るかもしれない。なるほど。ちょっとそれはあのちょっと引き続きお伺いしてもらって、そうですね、確かにね、このこういうさ、なんかさ、こういうコートでどのブランドもここに入んないよね。プラダとかここに入れないもんね。ここはちょっとな。そうだよね。後ろのこことこ。ああ。ここ。うん。どうなんだろう。あ、だからこうした時に見えるってこと。うん。それかっこいいかもね。このあれでしょ。あの頸椎のところ。こことか。そうだよね、そうだよね。普段はこれで隠れてる、これ渋いですね。なんかそんなのでもいいかもしれない。袖もなんかたまにゴアテックスとか、ここにゴアテックスとかね、うん、そのノリでなんかシュッと入っててもいいかもしれない。その辺はじゃあプリントアウトしたネームデータみたいなのと、はいはいはい、プリント用 の, あの紙データですけど、それを貼ってたり貼って来てもらって、そうですね、そうですね、ここがいいっていうのを決めてもらってでいいですか？うん、うん、そうします。それで見ながらなんかあのエリちゃんに見てもらって、なんでやそこが可愛いっつってそこそこもう2ミリ2ミリミリ単位で調整してもらってそれがいいと思う、はい、それはじゃあ、もうこれじゃあパターンはもうオールオッケーということで、はい、よかった、ありがとうございます。いいよ、ありがとうございます、ね、この次のステップとしてはこのリフレクターバージョン上がってくるタイミングで、じゃあそのいよいよ最終的にこのネームをロゴをどこに入れるかの話をします。 OK、はいはい、です。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。 AK5 新月の今後の予定なんですけども、まあ、リフレクションのエレンバージョンの最終チェックがまだ残ってはいるんですけども、その後に、皆さんに実際に手に取って見てもらえる機会を、まあ、4月か5月ぐらいにどっかで、用意できたらなと思ってます。まあ、数年前のエレン展みたいな感じで、何か、あの、展覧会的なものも合わせて、イベントをやれたらいいなとは思いつつ、まぁ、ちょっとね、あの、時勢柄、イベントの進め方もちょっと慎重にならざるを得ないので、また、追って告知をしていきたいなと思っております。まぁ、どんな形になるんですよ、皆さんに、ね、なるべく早く、K5 新月を見てほしいなと思っておりますので、今後とも、まぁ、YouTube チャンネルとか、ツイッターとかの方で、チェックしていただけると嬉しいです。それでは、またよろしくお願いします。